今回は仲間と登った夏の大山登山の魅力を楽しく元気にお届けしたいと思います。どうか最後までごゆっくりご覧ください。おはようございます。ヒグリッドチャンネルのヒグナルドです。今日は、大山夏山登山道から、真夏の大山を登っていきたいと思います。頑張るぞ。はい、ここが大山夏山登山道ですね。今日は8月の、4日なんですけど、4時40分過ぎですね。まだ暗いですね。今閉店がないとちょっと、道がわからない状況ですけど、まあ、多分ちょうどねこれからどんどん日が出て暑くなる前に登りたいと思いますよ。歩き始めて約15分ぐらいかな。1合目に着きましたよ。だいぶね太陽も出てきて、今日はねこの4名プラス私5名で登ってます。いやー2合目見えてきましたよ。登り始めて約30分弱かな。へえ、みんなどう？最高！ OK！ お、標高 1000m が見えてきました。あと702m 頑張れよ。いきますね。はい、3合目着きましたよ。約あれだね15分間隔ぐらいで1合目がいける、そんな感じかな。おっ 1100m になりましたよ。まだあと 600m かな。あと 600m だよ。頑張ろうぜ。頑張れしょ。4合目行きましたよ。よっしゃ、ちょっとペースアップできたね。みんなどう？ 4 合目だぜ。あっちいなこれ。よっしゃ、よし、じゃあ5合目目指して頑張るよ。イエーイ、頑張るぞ。よっしゃ、1200見えてきたよ。あと500、あと500だよ。イエーイ、あと1スカイツリーな。イエーイ、5合目。ふう、じゃあ皆さん、今から山の神さんですよ。山の神さん、山の神様マルコ・パンターニア、それは登りの神様やな。ツール・ド・フランス現在地でございます。レッツゴー。ちょっとみんなで一回レッツゴーの写真撮ろうよ。じゃあ行くぞ、はい、じゃあみんな5合目まで来ました。じゃあ次6合目目指して頑張るぞ。レッツゴー。はい、こちらが、分岐点ですね。上に行くと、頂上、そして左手に行くと、行者登山口の方に向かいます。はい、じゃあ僕らは 1.4 キロ後頑張りますよ。でん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 、 1300m です。あと残り 400m だ。頑張るぞ。えい、おーすごい、わ、開けた。イエーイ。いやー気持ちいい。いや涼しいですね。イエーイ、わー見えた、見えたよ。じゃあね、6合目からですね、こちらの7合目に向かいたいと思いますよ。これ何か書いてあったな、何が変わるって書いてあったっけ。ここから、植生変わりますということでね、はい、頑張りましょう。7合目来ましたよ。7合目からは結構ね、もう開けてますね。太陽がもうだいぶ出てきました。時間にして6時半過ぎ、約そうだな、1時間45分ぐらい登ってきましたかね。とっても天気も良くてね、気持ちいい登山ってなってますよ。1500m 来ましたね。みんな残り200だぜ。やるぜ。頑張るぞ。おい。8合目来ました。やったー。うーい来たよー。イエーイ。イエーイ。いやー、来ましたね。最高ですよ。森林限界抜けた感じで最高でーす。イエーイ。では石室と大山、頂上あと 500m になりますけど、今ねこちら木道改修工事のためちょっと立ち入り禁止ってことなんで、こちら側のね、いよいよ待ちに待った頂上に向かいたいと思います。おお、9合目ですよ。最高。最高。ケツやばい。やばい。よっしゃ、来たよ。よーし、やったー。大山頂上 1709m 登頂成功しました。やったー。下りはこちらの、行者登山口の方に下りたいと思います。みんな頑張りましょう。はい。不況者別れから 0.3、不況者なんかちょうど 1.3 まで来ましたね。まあまだまだですけど。おお、ちょっと開けた。あ、あれがなんかの避難小屋か。あれ避難小屋だね。お、あれが本当は大山見えるんだ。いやーでもこれダイナミックだね。上がすごいよ。すごい景色だよねこれ。ここに来ないと見れないよね。はい、行者登山口に戻ってきました。やったー、嬉しい。はい、今日は、夏山登山道から登って、大山に登って、帰りは、行者登山道で帰ってきました。もっと暑いかなと思ったんですけど、早朝に出たことによって、結構涼しくて快適に登ることができました。ただやっぱりちょっと温度が高いんで、水分はたくさんとって、まあ、熱中症にならないように登る必要があるかなと思います。とてもダイナミックな山なんで、また違った季節にも、登ってみたいなと思います。それでは、この動画が、面白かったよと思っていただきましたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたの山でお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。それでは、大山避難小屋横で、腕立て100回にチャレンジします。さあやるぞ。